これ、うちの相方が会員さんを考えた時の話なんですけど、ある時ネタ合わせでうちに来てて、で、まあ休憩がてら、解散について考えたことあるみたいな二人で話してて、僕はまあ、養成所含めて2年間ぐらいなくて、なんかありますかって聞いたら、あ、俺去年の冬ぐらいに1回あるかなって言ったよね。そんなん言ったっけ？言った言った言った。去年の冬ぐらいにあるって言ってて、なんか聞いたら、なんか真冬、むちゃくちゃ寒い時に、なんか寒すぎてもう解散したくなったんだよ。俺関係ないじゃんみたいな。そ気温でもうなるんだ、解散って。そんなんで解散されたらたまったもんじゃないと思って。まあまあ、それから一応、うちとか来てネタ合わせするときは、一応寒くないって聞くようにはしてます。ありがとうございました。お前ち寒いけどね。だから聞いてんじゃん。寒い寒い。大丈夫ですか？解散したみたいな。ギリギリ。大丈夫。ちょっとして。まだしないです。大丈夫です。